すみませんでした。すみません、無茶しました。余裕なくて全然気遣ってあげられなくてすみませんでした。そうだな、途中から本当に全然余裕がなかったな。好き勝手しやがって。嫌味や愚痴を言う体力は多分明日の朝まで回復しないだろう。言いたいことはまとめて明日言ってやる。誠司さん、もしかして本当に眠ってるんですか？柿本さんにお願いして、俺本社に残してもらおうかな。バカなこと考えるんじゃない。誠司さん、起きてたんですか？お前は来年から事業所勤務だ。幹部もその予定で編成を組んでるだろう。今さらお前がダダをこねたところで上司の心象が悪くなるだけだぞ。誠司さんは寂しがってくれないんですね。寂しくない。だってお前もう私のものだろ。え、どこにいても私のものだろ。せいぜい週末は化け物付きの私に会いに来ればいい。それどうにかならないんですかね。私の中の化け物ごと好きになるんじゃなかったのか？そうです、そうですけど。あまり嫌ってやるな。化け物といえども私の一部だ。それはそうなんでしょうけど、この化け物のせいでお前が愛しくてどうしようもないよ。誠司さん、今のってちゃったんですか？どうして素直に好きだって言ってくれないんでしょうね。調子に乗るなよ。私に振り回されて他のことなど見えなくなってしまい、そうして時々気の済むまで会談をさせてほしい。その時は情けなく震えて怯え切った目ですがりついてくればいい。普段見せている火の打ち所がない好青年の姿などかなぐり捨てて全力でしがみついてこい。お前以上の聞き手なんていないんだからな。そういうお前が